プロフェッサー D 様、悟空盗賊団は最後のアスカへ進路を進めています。三蔵の長き旅の終わりを目指して世界の終わりまであと50日。東の果てジパング。あれがジパングか。最強最悪の悟空の体に入力されたコマンドもようやく解除だな。あんなことやこんなことをやりたい放題まであとわずか。数字覚悟。あ、ごめんなさい。この山を越えるとアスカに出るよ。世界に3つあるというアスカの最後の一つね。んなことより相当の竜の扉を開けて俺様に入力したコマンドとほどが先だろうが。今まで悟空たちに奇跡をもたらしてきたアスカだよ。何が起こるのか見たくはないかい。奇跡とお宝はがっぱり見たいぞ。そうよ、どうせ東へ行く通り道みたいなもんじゃん。がっぽりゲットできるもんはがっぽりしとくか。それが盗賊団のがっぽり生きる道だよん。がっぽり行くよ。奇跡目指してどこがアスカだよ三蔵。ここのどこかのはずなんだけど。外に何かあるよ。カメ。こっちには猿に似た石があるぜ。ああ、それは猿石って言うんだよ。猿？猿って言うな。やっぱコラボアップするのは猿なんだな。舞台石とかカッパ石はねえのか。そんなのないよ。荒れ地のようだけど、あの大雨で雑草が生えたのかな。ただの石だな。山が3つあるぞ。山が3つ。大和三山か。三つの山の真ん中だったりしてね。行ってみよう。熱ウイルスにかかった目をしてるぜこいつら。場所の力なのかしら。見晴らしはいいな。本当にここがアスカなのか。そのはずなんだけど。明日になればわかるかアスカ。そうだよ、明日探そう。へえ、シオン慰めてるんだ。優しいのね。
朝になれば訳がわかるわよ、能天気なお嬢さん。おい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 、いい匂い。スージーなんかより100倍はうまそうだな。お預けだ。お前がか。月面着陸。あんたも来てたの？何狙ってんの？お宝？奴らが開ける相当の竜の扉の向こうに何があるか知っているか？知らないわ。でも大きなお宝のような気がするけど。第一世代は気楽な連中だな。何よそれ。きっとお前らの元になったマザーアソボットもそういうタイプだったんだろうな。マザーアソボット？ねえ、前から聞こうと思ってたんだけど、どうして千年前パートナーに私じゃなくて悟空を選んだの？悟空が一番レイの心を持ってるような気がしたからさ。レイ？君たちファーストアソボットのお母さん。私より悟空の方が似てるらしいわよ。どっちも古い。古いって何よ。あんたなんか出戻りのサードアソボットじゃない。いや、私は第三世代を超えた最も新しいアソボットだ。ん？起きて起きて、すごいの。まだ早いよシオン。山の上からあれが見えるの、あれ。本当なんだろうねシオン、図形が見えるって。ほらね、本当でしょ。本当だ。隠れていた図形が朝の光の角度で見えるようになったんだ。あれ、シオン？シオン！君は？ついに着いたわね、ジパングに。満足した？さあ、旅は終わりよ。何が出るかな？何が出るかな？なるほど、何か不思議なことがあるかも。だってワクワク。すげえぞ。以前のアスカにあったような図形だ。綺麗。ここは太陽の国ね。山蔵のやつどこ行ったんだ。そうだよ、鍵はどこなんだ。シオンもいねえぞ。シオンがねえな。
よろしいようで。はあ、ちょっと待ちなさいよ。パラソル、バイバーイ。力だったら負けねえぜ。温泉ガブリオリ。もしかしてこれ49の鍵のうちの一つ？大変身フェザーブレード。本当だよ、変身メガトンハンマー。嘘じゃないよ。はい、こいつらの弱点はそこだぜ。さすが猿のことは猿が一番よくわかるな。さすがは猿人。猿って言うな。この脈打つような力は。なかなか悪くねえ気分だぜ。なんだお前らばっかりいい思いしやがって。次行くぞ。次。はいはい、そこまで。可愛いペット君たちをいじめないでちょうだい。それ以上いじめると私もただじゃ置かないわよ。お目当てのジパングの土を踏めたんだからもういいわよね。終わりにしても。やいやい、俺様の旅はここで終わるわけにはいかねえんだよ。私のペット君たちを壊さないでね。三蔵が壊れるわよ。やめろ。そんなことしたら一生俺様のコマンド入力が外れなくてコマンド。あの狭い海が出る。これがサンドイッチにしろか。いい眺めだわ。今まで散々手こずらされたお返しよ。君は。あら、自己紹介してなかったかしら。私はプロフェッサー D 様に仕えるカルテットの一人よ。プロフェッサー D のカルテット。そうよ。おとなしく待ってなさい。あの連中を片付けたらあなたの番だから。一回、あー、ヘイ、
で。ひでえショワル姉ちゃんが。おお、なんだなんだ。シオン、あんた助けて、お姉ちゃん。セロ、姉ちゃんの正体がシオンだったとは。あいつらがカルテットってことか。シリウスが言ってた D の戦士ってやつだか。さっきの綺麗な音はその弓だったのかい。そうだけど、その弓のおかげで僕たちは助けられたんだ。この音がそんな力を持っていたなんて。それは鍵の一つ、太陽の弓だ。どれどれ、俺に貸してみろよ。ダメだよ、僕にも鳴らせないんだその弓は。じゃあ俺には。鳴らないじゃん。貸せよ。ただな、貸せってば。みんなダメだ。行かないのか。行くわよ、東へ。可愛い妹を取り戻さなくっちゃ。ほう、立派な姉だな。私、取られたら取り返す主義なの。にぃ、ヒテックス。この弓は多分、この時代の人にしか弾けないものなんだよ。こんなところへたどり着いてこんなもん手に入れる人間なんてめったにいねえぞ。ってことは太陽の弓は長い間スージーを待っていたってことか。そう、破滅を食い止めたいと願う純粋な心を持つ君よね。わかったわ。私、この旅の役目がやっとわかった。
スパイだったなんて私には信じられない。スージーが引いた太陽の弓の音に反応して変身が解けたんだよ。つまりガキの正体暴いたのはお前だってこって。っていうか太陽の弓ってすげえ力があるってことだな。スージーにしかあの音が出せないなんてやるじゃねえか。自信持っていいってこと。ノリのいいうちに先に行くぜ。次回アスモット戦記悟空相当の竜。もうちょっとの我慢よ。しよう。